お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日はこちらの生き物たち、何がいるかというと、うい、北オジタトカゲですね。だいぶこの子はサイドがね、黒い柄が出てて赤みの強いこの辺とかですね、綺麗な子ですけど、今日は北オジタトカゲシリーズの動画なんですが、実は先日イベントでですね、とある種類の青ジタをお迎えしまして、まあ、うちは今こう北が1と、よいしょ、一番下に、はい、元気のいいちっちゃい子たち、ちょっと色味があんまり正確に出てないけど、2匹ね、もう餌欲しくてしょうがないんだろうな。まず先にもう餌欲しそうにしてるんで、この普通のね、北青ジタトカゲたちに餌をあげて、最後にね、どんな青ジタをお迎えしたかをね、お見せしていきたいと思います。はい、与える餌ですが、いつも通りですね、デビフのササミ&レバーミンチの缶詰、犬の缶詰ですね。と、一番下にこれが、うずらミンチが、この辺ね、うずらミンチ、これ。茶色のがボンバールの粉ですね。あと結構ね、ビタミン D3 入りのカルシウム剤を多めに入れてます。で、まあうずらミンチが入ってるからカルシウムね、十分入ってるとは思うんですけど、青ジタのブリーダーのね、池光さんという方がね、いらっしゃるんですが、まあ、その方がね、ビタミン D3 の入っているカルシウムはしっかり、特に北青ジタに餌を与えるときは入れた方がいいですよという話をね、アドバイスをいただきましたので、そちらのね、通りにビタミン D3 もね、しっかり多めにね、入れるようにしてます。今は基本的に青ジタの餌はこんな感じですね。うずらミンチワンプレート、犬の缶詰、デビフのササミ&レバーミンチ、そしてボンバルーとビタミン D3 入りのカルシウム剤をしっかり入れて、でそれをしっかり混ぜると。はい、しっかり混ぜて、まあこんな感じですね。これを青ジタのね、頭の大きさ分、お団子にして、あげていきます。ちょっと出てもらいました。もうね、こいつらは餌食いが良すぎるから分けて、はい、ほら食べてごらん。あー、もう食ってるね。早速食べてる。ちょっとこの子脱皮前かもな。もうちょっとね、色が明るくて、ピンクがかって綺麗な色してるんですけど、食べてますね。やっぱね、このメニューが一番食いつきもいいし、やっぱ大きくなるのが早いですね。この子はだいぶサイドがオレンジ色しっかりね、入ってて、背中側のバンドはね、かなり抜けて色がないんですけど、まあ比較的ね、左の方が色ははっきりしてるってオレンジ味が強い。右の子は結構白抜けしてる感じのタイプの子ですね。食べてる食べてる。やっぱね、このメニューが一番いいんだわ、本当に。ほいほい、スプーンからはもらいたくない。ほい、いいね、いい食いっぷりやわ。やっぱね、この子たちはね、一緒に飼育してますけど、餌の時だけね、喧嘩する可能性があるんで、こうやってね、逆の方向を向かせて、餌皿をね、分けて食べさせてます。かわいいわ、ほんまに。美味しいですか？よう食べとる。やっぱ青ジタトカゲはこの鱗の感じがかっこいいですよね。頭のこの鱗の感じを見て、これ、ねえ、まあ、個体個体によってだいぶ違うんですけど、こっちの子はどんなんだ。ああ、こんな感じね。よく食ってる、よく食ってる。食べづらいからね、ちょっとフォローしてみようか。ちょ、これ食べない。これ大きいから。うわ、一気にいったね。だいたい頭の大きさぐらいの塊をあげるとちょうどいいと。これをね、1週間に、まあちっちゃい子だと2回ぐらいあげたりするんですけど、まあだいたい週1しっかり食べさせておけば問題ないかなという感じですね。
べるわ。オッケー。もうなくなっちゃいそう。よう食べるわ。こっちはあったらこんなとこに落としてほら。だいぶ散らかしながら食べるね。してるけど綺麗に食べてる、うん、よう食べるわ本当に。だいたいこの子たちが同じぐらいのサイズですね。で一緒に入れてて特に喧嘩とかないんで、多分飼育あのメス同士じゃないのかなと思ってるんですけど、どうなんだろう。やっぱり青下の飼育っていうのはオスと思っててもいざかけるとメスだったり、まあ逆もしかりで、かけてみるまでわからないっていうこともね、まあ、よく聞きますので、結構ね飼育判別が難しいとねされてます。レントゲン撮ってもねわからないので、よくったね。まあ、こうやってね同じ北青下でも全然ねあの雰囲気が違いますし、もう一匹の子をちょっと一瞬連れてきます。はい、全然ね違う子なんですけど、全部北青下トカゲですね。ただこの子はめっちゃ黒いよね。サイドここが横腹がめちゃくちゃ黒いし、あと結構ねこの腹側お腹が結構赤いんですよね。この子は腹側が赤い個体。うん、かわいい。見てこれ、かわいすぎやろ。何そのおとなしいポーズ。サイドがめっちゃ黒くて柄が濃い。まあ並べると喧嘩しちゃダメだよ。並べるとまあこんな感じ。北青下でもこんだけ差があります。まああくまで今映してるのがノーマル、まあ普通の北青下トカゲのまあある意味色とか柄は個体差なんですけれども、今回ね、お迎えしてきた子たちがこちらになります。はい、こちらにね入ってるんですけど、まあまずはこの上の個体2匹ね実はお迎えしてまして、こちらが、北青下トカゲの、ヘテロパターンレスですね。ヘテロで、まあ、見た目の表現に本来ね、出るはずがないんですけど、餌めっちゃ欲しがってる。ヘテロの遺伝子でパターンレスを持ってますよ、という個体です。もう一応やばいな、餌くれモードが、餌くれモードがやばい。あー、待ってね、今あげるから。まあ、ちょっといろいろ、話はさておき、先に餌あげましょう。かわいいね、寂しくてこんな寄ってきた。ほんとにかわいいじゃん。さあ、食べれるかな、ちゃんと。あー、ちょっと高いね、これも。待って。はい、はい、どうぞ。ここ、これ。別に皿ごと食おうとするからね。ちょっと待て。やばい。頭おかしいんかい。はい。よいしょ。はい、おいしいね。この子はね、散らかすんですわ。もう家で何度か餌あげてるんですけど。はい、よいしょ。まあ、こちらの子ね、いつも、爬虫類イベントとかでお手伝いしている D-REX さんからお迎えをしました。まあ、結構ね、前から入っていて販売はされてたんですけど、まあ、しばらくね売れてなかったっていうのもあって、僕もねかなり気になってたので、まあ、この際だしもう迎えしちゃおうかということでね購入することになりましたが、ヘテロパターンレス、もう全然さっきお見せしてた北青下たちと見た目が違いますよね。ヘテロなのにこんなに見た目が違うっていうのがやっぱ一番面白いところかなと思っていて、よう食べるわ本当に。よいしょ、あーちゃそう、よいしょ、まあ汚れちゃうよね。はい、まあやっぱねあげるときはさっきみたいにケージをね別のものに移動させて、生体を別のケージに移動させてあげるか、まあ、ペットシーツだったらまあ下汚れても帰ればいいだけなんで、ご飯食べた後ね問題ないかなと思ってますが、よう食べるよほんと。あの塊が一瞬にしてなくなる。もうあのね食欲ですから、一気にペロッと食べちゃいますね。もう開けた瞬間餌欲しくて寄ってくるぐらいですからね。ほんとよくね D-REX さんでしっかり餌をね与えられてたんだなっていうのがよくわかりますね。もう買い込み個体、いやーほんと面白いですよね。ちょっとご飯も食べたところで、さっきお見せしましたけど、ノーマル一匹だけ連れてきましょうか。はい、連れてきました。まあ、特にね、色が濃い子を連れてきたんですけど、信じられないよね。同じ、これが同じ北青下。右がヘテロでパターンレスが入っているだけで、まあ、左はね、何も入ってない、ただの北青下なんですけど、こんなにヘテロの遺伝子で
見た目が変わるんだなっていうのがね、すごいよね。あ、危ない危ない。こいつ結構好戦的だな、この子ね。オス同士なのかな、もしかしたら。まあ一つの例として、はい、お出ししました。で、今回ね、お迎えしたのが、こちらの子だけじゃなくて、実はもう一匹ね、いまして、その子が、はい、こちらですね。もしかしたらね、過去動画で、僕の動画でね、見たことあるかもしれませんが、北青地タトカゲのパターンレスですね。こちらもね、一緒にお迎えをしました。結構ね、長いことを悩んではいたんですけど、まあ、この子もね、しばらくいたということなので、もう僕の方でお迎えして、まあパターンレスとかもね、あ、この子もそうだな、餌欲しそうに寄ってくる。やばいね、村田さんのところマジで買い込みがすごいな、本当に。うちに来ても1週間ぐらい経つんですけど、別に1週間でこんなベタなれになったわけじゃないですから。やばいね、マジで可愛いわ。ちょっと待ってね、はい、あげるから、ちょっと待とう、ご飯あげるからね。はい、ちょっと先にやばいから、はい、こっちこっち、よし、こっち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 、これ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 、おー、いい食いっぷり。ヘテロパターンです。じゃあこの子はパターンレスですね。すごいね、いい食いっぷりだね。もう色が全然違う。あの、こちらのヘテロパターンレスの子もだいぶノーマルに比べたらね、色が薄くて変わってますけど、さらにやっぱパターンレスが重たいになるとこんなに柄もなくなって、で、面白いのがこの子ね、サイドのここが黒いのも面白いですよね。あー、お皿ごと食べようとしてる。それは無理だよ、食べられないよそれは。はい、そう、まずは落ちたの食べなさい。どうぞ。はいはい、おい、いい食いっぷりだね。めっちゃよく食うやん。もうなんか一瞬でご飯がなくなっちゃう。まあ、かなりね、あの、高カロリーなご飯なんで、こんなに食欲があっても週1ぐらいでしかあげられませんけど。まあ、青じたトカゲは紫外線がね、必要であるとかそうじゃないとか、いろいろと諸説ありますが、まあ、仮に紫外線をつけないのであるならば、やっぱビタミン D3 入りのね、カルシウム剤はしっかりね、添加して餌をね、与えてあげた方が良いと思います。やっぱりこれはね、有名なブリーダーさんでも D3 はしっかり入れてあげてくださいっておっしゃってたので、僕は基本的にはアドバイス通りにね、餌にビタミン D3 は入れて与えるようにしてます。あ、よくね、ほい。基本的にペットシーツとか使う場合はもう本当に無臭のもの、もう一切匂いもしない無臭のものをね、生態に害のないものを使ってあげてください。たまにね、なんかハーブの香りとかなんかそういうのありますけど、ああいうの爬虫類にとっては NG で、例えばヘビとかね、カーペットバイソンとかそういうのだとね、あの、匂いで死んじゃうこともあるんで、気をつけた方がいいですね。ペットシーツは無臭のもの。はい、ちょっとあるけどこれ舐めて食べて。はい、ということで、今回ね、D-REX さんから青舌をね、2匹パターンレスとヘテロパターンレスをね、お迎えすることになりましたというお知らせ動画でした。まあ、うちには北青舌がこれで、5匹かな。さっきお見せした黒いやつと、餌与えてた2匹のやつと、で、このパターンレスの子と、よいしょ、こちらのヘテロパターンレスの子と。こいつまだ、まだご飯食べたそうにしてんな。やばいね。もう食べたでしょ、君。さっき食べたよ、ご飯。危ないね。ちょっと鼻先なんか若干、とか角で擦ったのかな。擦ったのかもしれないですね。危ないよ。もう食べたよ、ご飯は。ちょっと危ない。本当に餌欲しがるな。ついでにね、もう他の子たちにもね、餌をあげていきたいと思います。こちらは、ハルマヘラオジタトカゲのアザンですね。食べる？ワンです。食べ始めた。よいしょ。ああ、いいね。いい食いっぷりやわ。ちまちま食べるね、だいぶね。やっぱ朝は綺麗ですね、本当に。この子多分ね、脱皮前だと思うけど、背中の方結構ガビガビしてるから。脱皮前だと思うけど、朝は綺麗ですよ。顔もね、白くて美しいし、黒の柄もかっこいいし。あとはもう今日はね、餌の日じゃないんですけど、霜降りちゃんもね、元気にしてます。もうちょっとビビリだけどね、かわいいね。キメラ青舌トカゲですね。こちらは霜降りちゃん、ほら霜が降ってるような感じの色合いしてるでしょ、尻尾とか。
だいぶね元気にしてますわ、下降りちゃんもね。はい、こちらはですね、よいしょ、ハルマヘラオジタトカゲのプンス君ですね。もうだいぶサイズもね大きくなったよね。でかいね、すごい、尻尾の先までこんな大きいわ。はい、今食べてるのがメラウケアオジタトカゲのなんかクリームっていう風に言われてたやつなんですけど、名前きなこですね。はい、きなこ、はい、食べてごらん、もうちょっと、はい、はい、あー、はい、いいね、はい、はい、あー、いい子、いい子。まあ、ちょっとね、全体的に気持ち細めかなって気はするんですけど、結構餌食いにムラがある子だったんですが、最近食べ始めて、まあ今、いい感じにね、コンディション整えてる最中ですね。よいしょ、OK、OK。はい、はい、続いては久しぶりだね、ボンちゃんは、はい、ボンちゃん、ご飯だよ。スプーンであげないと食べれないから、うちでね多分一番サイズが大きい青じたトカゲですね。うん、アンボン青じたトカゲのボンちゃんです。ボンちゃんはね可愛いね、いつもこんな感じで顎そこに乗っけてね、脱走こそはしないものの扉開けるとそうやって外の様子をじーっと見てるよね。ねえボンちゃん、ご飯食べようか。はい、ボンちゃん、ほい、食べる、ほい、食べてごらん、はい、あー、ほい、オッケー、はーい、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー、はーい、よいしょ、あ、よっしゃ、よー、食べたね。かわいいね、ボンちゃんはやっぱね、頭でっかいし、貫禄がやっぱあるね。え、頑張って、ちょっと上顎にくっついちゃった、大丈夫、一番よう食べるわ、ボンちゃん。飲み込んでる最中。ああ、いいね。いい食いっぷり。あ、落ち落ち、頑張って。はい、いい子いい子。ああ、いい子いい子。かわいいわ。めちゃんこかわいいわ。かわいいわ。はい、ということでね、本日は結構ね寄り道たくさんしましたが、先日ねイベントで、ディルクスさんからお迎えしたですね、こちらの北青じたトカゲのパターンですと、よいしょ、水飲んでた、こちらの北青じたトカゲのヘテロパターンレスですね、この2匹をね、お迎えしましたというね、お知らせ動画でした。まあそのついでに久しぶりにね、他のね青じたトカゲたち、うちにいる子たち全員ですね、まあ、軽く出しましたが、まあ、こんな感じで実は青じたもねたくさん飼育してまして、みんなね元気に生きてますというねお知らせ動画でした。ということで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。